き家に来てる近くのすき家に来てるのですね。朝ごはんです、ね、時刻は4時過ぎた、あ、4時過ぎたちょうど、はい、いや、隅でのんびり来ててね、ほんと3食ちゃんと取らなきゃいけないんですけどね。はい、特定中の皆さん、ここどこだか分かりますか？分かんねえだろうな。ちょっとね、離れたところに来てますね。はい、隊長さんは、牛丼の何だっけ？サラダセット。サラダセットでね。はい、タッキョンさんはね、マグロ丼セットでーす。それでは来るのね、待ってましょうかね。ほんとお腹が減った。それに今日は暑い。25度以上あるんだけどね。意外と子供たちはね、なんか半袖の人多いんだけど、大人はね、結構上に羽織ってる人多いですね。あと久しぶりにね、あの某お寺の近くにね、お寺の近くのね、服屋さんが飼ってるね、ね、老猫っていうんですか、おばちゃん猫がね、1年ぶりに顔を出してましたね。ルミちゃんって言います。ちょっとね、もうね、ね、お蔵入りっていうかね、お家にね入れられちゃったからね、写真を撮れなかったんですけどもね、生存確認です。ご存知の方はご安心ください。はい、これね、マグロ丼、ハンバーグみたいなマグロ、うん、味噌汁、新粉、漬物って言いますね、関西では。これなんだろうね、ほんとすごいね、レトなんだろうな、テレビ。これね、アポヤ隊長のね、サラダです。諸事情があってこんなもの食べます。諸事情があってこんなものって結構合成だね。合成ですね。はい、こちらも合成です。ではいただきたいと思いますね。よいしょ。え、これちょっと様でした。